はい、今至急、カメラを回してるんですけど、まあ、今日、まあ、夕方、ちょっと前に、まあ、思いついたんですけど、まあ、ナゴムコーチの、まあ、アイディアでもあるんですけど、まあ、サムネイル見てもらった人分かると思うんですけど、まあ、至急撮ってるんで、まあ、編集とかなしで、字幕もないんですけど、まあ、ズバリ、埼玉、東京で、まあ、今、緊急事態宣言が出て、まあ、そのサッカーをやる場所、また、少年団さんとか、まあ、クラブチームさんとか、まあ、中には活動している、チームもあったりとかすると思うんですけど、まあ、僕のスクール生とかが、まあ、結構、チームの練習とか、試合とか、なくなっちゃってるって言って、まあ、土日だったりとか、まあ、祝日に、まあ、そのサッカーをやる場所がないっていうことで、まあ、今回、そんな、お子様を救うっていう、まあ、タイトルなんですけど、まあ、日にちは、2月の11日木曜日ですね。もう、来週ですね。来週の木曜日に、フットサル場を僕が、お金を払ってお借りします。で、2時から5時まで、3時間。もう、ひたすら、そんな子供たちに対して、無料で、参加費無料で、試合をしてもらうっていう、企画をやります。で、でも、ただゲームやっても、まあ、僕なら面白くないなと思って、その、まず一個、その、まあ、屋外のフットサル場を借りました。まあ、屋内になると、まあ、そのコロナウイルスの状況もあって、まあ、密になってしまったりとか、まあ、室内の方がね、感染のリスクがあるっていうので、まあ、屋外にしました。で、まあ、その屋外で、まあ、その同時に、飲食店さんとかも、まあ、困ってる飲食店さんじゃないけど、その、せっかくだったら、飲食店さんのためにも何か力になりたいと思って、飲食店さんから今、夜ご飯を出してるお店とかって、まあその今、緊急事態宣言で8時までしか営業できないから、基本的にはお昼とかにテイクアウトの、形をやってると思うんですけど、そのテイクアウトでお弁当を僕が、まあ、多分フットサルコート3面でやるから、70人ぐらい限界だと思うんですよ。なんで僕、お弁当を、まあ、70個、その飲食店さんから僕が買って、それを子供たちにそれも無料で配る。で、まあ、試合の途中とか、まあ、試合の終わった後とかに、まあ、子供たち同士で、まあ、ちゃんとちょっと距離は置いてね、消毒から食べる前にして、で、みんなでお弁当食べる。で、っていう企画をやりたいと思います。で、同時に、ちょっと2時から借りてるんですけど、まあ、いきなり試合って言っても、やっぱその、なんだろうな、体が温まってない状態で試合やるんだったら、ちょっと準備体操みたいな必要じゃないですか。なんで、まあ、僕の、幼馴染が、プライベートジムをね、自分でやってるんですけど、そのプライベートジムのトレーナーさんが、元皆さん有名なライザップで、やっているトレーナーさんがいるんですよ。ちなみに僕も、そこに、今、通ってます。週1回で。すごい、まあ、やっぱりそのトレーナーさんってやっぱすごい知識があるんで、で、まあ、今、お父さんお母さんとお子様で一緒に、まあ、そんなきついトレーニングじゃないですよ。まあ、軽くウォーミングアップがてら、ちょっとその楽しく、親子のコミュニケーションっていう場も作って、そのトレーナーさんに来てもらって、2時から、まあ、20分ぐらい、みんな楽しく座って、ちょっときついみたいな、でも楽しいみたいな、そういうトレーニングをして、で、10分ぐらいチーム分けとかして、でもあとはもうずっともう無料でゲームできるみたいな。もちろんその、ライズアップってすごい高いじゃないですか。そのトレーナーさんのトレーニングも無料で受けれますっていうのを、2月11日木曜日やります。本当に、今日の夕方にナゴムコーチと話してたアイディアもらって、もうすぐに会場を押さえて、で、そのフットサルコートさんも、もういつもより確実にね、会場費を、今回こういうことだったら、この値段で貸してくれるってことで、その値段は言いませんけど、そういうふうに協力してくれたんですね。で、その、フットサルコートさんの名前が、J フット浦和美園さん。埼玉市の緑区、大門にあるんですけど、まあ、浦和美園ですね。のフットサルコートさんですね。の、ご厚意で、だいぶ安くね、会場、場所もね、貸していただけたんで、本当に、いろんな人の力があって、まあ、こういうふうにできた、形だと思うんですけど、まあ、また多分これで YouTube とかに出すと、なんか、無料でもなんかそんな風に人が集まる機会作るなとか言われるかもしれないですけど、だからその、ずっとやっぱり子供も
家にいたりとかしたらストレスじゃないですか。せっかくだったら、なんかできない理由を探すんじゃなくて、できる理由を探して、まあいい形で、まあ、やれればなと思って、もう今回も、夕方から動いて、今夜10、11時ぐらいなんですけど、でも全て今決まりました。なので、詳しい、申し込み方法は、概要欄に、貼っておくんで、概要欄にドリブル塾の公式 LINE を、貼っておくんで、その公式 LINE を追加してもらって、お子さんお名前と学年を、打って、で、このイベントに申し込みしますっていうふうにメッセージいただければと思います。ただ、まあ、フットサルコート3面なんで、で、人数も70人が限界だと思うんですよね。車の駐車場も考えたとか、いろいろ考えた上で。なんで、まあ、埋まっちゃった場合は大変申し訳ないんですけど、また次回ってことで。で、もし埋まっちゃってすごい好評だったら、また今月の、月末とかに、またこういった、形でね、無料で子供たちに、サッカーできる場所を提供していきたいなと思ってるんで、ぜひ皆さんもしよかったらご参加してください。スクール生以外の子もね、大歓迎なんで、まあ、チームの、活動ができないっていうお子様だったりとか、まあ、試合したいけど、なかなか試合する機会がないっていうお子様は、ぜひこの機会に参加してもらえればと思います。時間は2時から5時です。まあ、試合時間は2時間ぐらいですね。2時間ちょっとぐらい。もうずっと試合をやってもらうって形なんで。で、まあ、僕たちも、いますんで、まあ、保護者の方とコミュニケーションを取ったりとか、まあ、いろいろして、楽しい時間を共有できればなと思います。それでは皆さん、ご参加お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。